ベンジャミン・ストッタートベンジャミン・ストッタートはアメリカ合衆国の政治家。1798年から1801年まで初代アメリカ合衆国海軍長官を務めた。1751年、ストッタートはメリーランド州チャールズ郡で生まれた。ストッタートは商人として教育を受け、ペンシルベニア騎兵隊の隊長を任された。 アメリカ独立戦争が起こると、ストッターとは大陸戦争委員会の長官を務めた。1781年、ストッターとはメリーランドの商人の娘であったレベッカ・ラウンズと結婚し、ジョージタウンで商業事業を立ち上げた。ストッターと夫妻は8人の子供を設けた。 ストッタートは1781年から1782年までメリーランド州行政委員会の委員を、1784年から1785年までメリーランド州の軍判事を、そして1791年にメリーランド州上院議員を務めた。ジョージ・ワシントンが初代アメリカ合衆国大統領として選出されると、ワシントン大統領はストッタートに対して、 ポトマック側周辺の地域を購入するよう依頼した。ワシントンはポトマック側周辺に合衆国の首都を築くことを考えており、公式の決定がなされて価格が上昇する前に、それらの土地を抑えておこうとした。ストッターとはワシントンの依頼を受け入れて、それらの土地を購入し、連邦政府へと譲渡した。1790年代になるとストッターとはさらに、 コロンビア特別区の土地購入を進めるため、コロンビア銀行の設立を援助した。1798年5月、ジョン・アダムズ大統領は新たに創設された海軍省の監視をするため、忠実な連邦党員であったストッタートを初代海軍長官として任命した。ストッタートは就任後間もなく、フランスとの間に勃発した戦線復刻なしの海戦に対処することになった。 疑似戦争と呼ばれたこの問題に対し、ストッダーとは北アメリカ大陸の沿岸警備を強化し、広い範囲で商業船舶を保護する必要を迫られた。しかしながら、当時の合衆国海軍は軍艦をほとんど所有しておらず、その時点における最善の選択は、フランスの船舶基地である西インド諸島に対して積極的な攻撃を仕掛けることであった。連邦政府は、 海軍長官の権限を拡大して、ストッタートの熟練した管理能力を発揮させることを決定し、ストッタートは合衆国海軍の主導権を完全に掌握した。そして、ストッタートの下で再編された合衆国海軍は大きな戦果を上げ、合衆国の商業船舶に対するフランスの略奪行為を抑止することに成功した。ストッタートは 合衆国海軍の日時管理や作戦式だけでなく将来的な軍閣戦略も視野に入れていた。ストッダートはまず6カ所の海軍造船所を設立し、12隻の戦列艦を建造することを主張した。だがフランスとの和平合意が成立したために戦列艦は撤廃され、また将校の数も削減された。ストッダートは1800年3月31日付で、 受け取ったアダムズ大統領からの書簡をもとに海軍省図書館を設立した。その後1801年3月、ストッタートは海軍長官を辞任し、商業生活へ復帰した。1813年12月13日、ストッタートはメリーランド州ブレーデンズバーグで死去した。ストッタートの遺体は、同州シートプレザントの聖馬修正公会の墓地に埋葬された。 ストッダートの死後、アメリカ海軍では、ストッダートの功績を称えて、以下の感染にその名が付けられた。ありがとうございます。